こんにちは、ポップです。エフ f クトチャンネル4月25日月曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 週明けの為替相場は久々に響きます。リスクオフの円高ということで、株式相場は大きく下げ、そして円が買われるということでね、今までは円売り、円売りだったところから一旦ね、週明け早々円高方向に進むということで、週末スペシャルでもお話しした通り、ひたすら戻り売りのスタートという形になっております。 それではね、えー、早速全体の相場感ということで下がっている株式相場、えー、こちらから振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。えー、まずは週明けの東京マーケット。日経平均は前日比、マイナス514円。 終わり値で26,590円ということでほぼマイナス圏で推移しました1.9%大幅な下落ということで1週間のスタートを切りましたこれはね金曜日週末のところダウ平均が大きく下げたま1000ドル近く下げたというところがね影響しておりましてそのまま売り珍しくねリスクオフの円高ということでこの株式相場の下落が えー、為替の円高にに傾いいいいたというとうころつな、ね、がっている形でございますそしてアメリカの長期金利も2.9%乗せていた水準から今は2.82%一時は、ね、3%に肉薄しておりましたが一旦この長期金利が下がったというところで、えー、ベイドルの方も少し売りが円に対して入っているというところでございます。 ただ、日本の長期金利は0.24ということで、差し値オペの0.25、これに近い水準には変わりないというところでございますので、引き続き差し値オペは意識しつつ、今のトレンドは円外相場でございまして、欧州初動もね、こちら円外で入っておりますので、このトレンドが変わるまでは、ひたすら戻りが弱ければ上から叩く。 ドルストレートもクロス円もね、そのような一方通行な今はね、方向になっておりますので、トレンド変わるまでは戻り売りというところをね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではクロス円ね、順番に見ていきたいと思いますが、ドル円相場1時間足を見ていきましょう。ドル円の方はね、まあ、比較的他のクロス円に比べますと、まあ、下げは緩やかということで、まだね、レンジの中に入っているという形でございます。 レンジの方は先週の後半部分で、えー、これはサポートを受けておりました128円ですね。まあ、ここ、えー、こういったところですね。えっ、ー、と、木曜日、金曜日と、えー、サポートを受けておりましたが、まだここの部分128円を割り込んでいないというところでございますが、一旦ね、えー、この128円50線の上からスタートしたところが、同平均線を割り込むと、 この後ね、追随しまして、移動平均線24というのは上方向から打ってくるという形でございますので、まあ、引き続き戻りが弱ければ上から叩く。移動平均線24の下側で、要線から陰線になったところ、そして128円をサポートを、ね、割り込むところではショート。もしくはですね、このまま反発なく128円を割り込んだところ、この割り込んだところで入ってしまいますと、 この木曜日と金曜日のサポート、これで V 字回復してしまいましたので、ここのところを避けるためには、一旦終わったところは見送りつつ、しっかりと戻りを待って、戻りが128円、今までのサポートラインの下側で、要線から陰線ですね。このような戻りが弱いところ、今までのサポートがレジスタンスに切り替わる。 こういったところがあってから初めてショートを取るということも選択肢の一つと考えていただければと思いますしまあ今日のところはですね反発が強くてもまた移動平均線にかぶせられる可能性があるためロングの方は一旦は捨てていただきながらしっかりと移動平均線24もしくは128円のレジスタンスを食らったところでショート、売り場を探していく。 このような考え方でよろしいかと思いますし、ショートを取った場合の利格に関しましては、先週の水曜日でございますね。この127.50。ここでサポートを受けておりますので、一旦こちらで利格をしながら、次のね、戻りを待って、また戻り売りというところをね、繰り返していただく形がよろしいかと思いますので、皆さんの相場感もあろうかと思いますが、一つの意見として参考にしていただければと思います。以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、 続きましてユーロ円あとねクロス円はポンド円5ドル円と続いていきますが、まあ、全てね同じ見方でよろしいかと思いますのでユーロ円見ていきましょうユーロ円の方は今日もね、ドル円のところと同じように早々はね、139円を超えるような少しね円が売られる場面がありましたがそこから138円50銭ここ割り込んでしまってからですね 大幅な円高方向に傾いたというところで、138円50銭、まあ、このあたりでね、少し力をためていたんですが、まあ、スコンと落ちてしまったことによって、この三角形の弱気のディセトラですね、ここの下抜けという形、こちらの138円50銭は、まあ、金曜日もそうですし、その前の水曜日、この火曜日ですね、こういったところでサポートが入っていた。 まあこの重要な局面を割り込んでしまったために、一旦ね、大きく下げて、こちらの部分はね、137円から138円50銭、一気に上がっていたところでございますんで、ここのところ、真空地帯、そして押し目なく上がっていたというところから、下げもね、急に一気に下げてきたということで、137円ぐらいまでの下落は想定しなければいけないかなというところでございます。 ということでね、まあ急激に下げておりますが、1時間足、こちらね、押し目が、まあ戻りがね、見えない形でございますので、こういった場合は15分足をね、しっかりと見ていく必要があろうかと思います。勝負どころはやはり138円50銭ですね。ここのところ、また振り返っていきますと。 今まではね、138円50銭、えー、割り込んでからは V 字回復というところでございましたが、えー、今日ね、えーまあ、東京マーケットのところでは、一旦割り込んで戻されて、再度戻されてからスコンでございますので、まあ、この138円50銭、今までのサポートがレジスタンスに切り替わったというのがね、見てわかるからというところでございます。まあ、こうなればね、動きが早いところでございますので、15分足ベースを目処としまして、移動平均線24。 が下がってきますのでその下側でですね戻りが弱く陽線から陰線、えー、このパターンであればしっかりとショートを取っていく、えー、利格ポイントはね137円ジャストというところを一つで、ねえー、目安にしていただければというのは先ほど1時間足でもお話した通りでございますね、えー、狙いどころは戻りが弱ければ上から叩くのみ そして、戻りが強く移動平均線24を超えてしまった場合は無理にポジションは取らず次の動きを待つというところがよろしいかと思いますがただ138円50銭今までのサポートをねレジスタンスとしてしまいましたので上方向の138円50銭ここを上回ることは可能性としては低いと思いますのでしっかりと138円50銭あここまでのね反発はほぼほぼないと思いますがあった場合でも陽線陰線でショートを取っていく。 一旦ね移動平均線を、えー、上回った時には見送るんですが、138円50銭のレジスタンスは意識していただく。基本的には移動平均線24の下側での要遷イ線遷。まあ、こういったところでね、ショートを取っていく相場には変わりございませんので、こちらもあ、えー、皆さんの相場感とともに参考にしてください,、はい。以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。 えー、ポンド円のところも、えー、今日はね、165円というところを割り込んでから大きく下げて、えー、こちらの方はですね、まあ、一気に200ピプスぐらい下げるという形で、えー、大きく、ね、円高方向に進んでいるということで、まあ、今までの、ね、円売りは何だったのかというね、えーまあ、否定するような動きになっている形でございます。 まあ基本的にはね、戻りが弱ければ上から叩くというのは、週末スペシャルでお話しした通り、まあ、私もね、いい位置でポジション仕込めた形でございますが、今、移動平均線の方は右下下がり、その下側で陽線陰線が出ている形、そして今日の朝一もね、反発あったものの、移動平均線の下側で陽線陰線、そして一回ね、戻りがあったんですが、陽線陰線ということで、1時間足でも明確にね、売り場が出ているということでございますが、 ちょっとね、下げ幅がきついということで、15分足もしっかりと見ていただければと思います。ここもご覧いただきますと、しっかりと移動平均線24の下側での要線因線、ここに従っていくべきかなと。金曜日のところもね、要線因線、ちょっと抜けたところはね、見送ったかもしれませんが、この三角形が。 え下方向に、ねえー、割れてししままいましたそして移動平均線の下側での陽線陰線という形になっておりますので、まあ、ここも、ねえー、しっかりと戻りが弱く移動平均線の下側で陽線陰線、まあ、勝手にそ、ね、こ、えー、が入ったというところで、えー、逆張りのロングではなくて、まあ、戻りを待って戻りが弱いところを確認してからのショートというところを、ねえー、引き続き継続していただければと思います。 こちらのところも、ね、移動平均線の下側での戻りが弱ければのショートというところは継続しながら、一体ね、サポートがどこに入るのかというのもね、最後を探っていきますと、この163円、一回ね、過去にサポートが入っておりますので、また一回ここね、サポート入るかもしれませんが、ただ今までのこの上昇トレンドに関して、ゆっくり上がってきて、 階段,を階段を上がって窓から落ちるというね、まあ、ロングのスピードに対して、ショートの、ね、スピードが非常に速いという形でございますの、ね、で、まあ、引き続き、ね、戻り売り、163円、もしくは162円というところで、1円刻みで、ね、過去のサポレジが入っておりますので、まあ、そういったところで1回戻ることを想定しながら、戻りが弱ければ上から叩く、まあ、こういったところでね、逆張りのロングではなくて、戻りを待って、 戻りが弱いところを上から叩くというところを意識していただければと思いますので参考にしてください、はい、え以上でねポンド円の解説を終わりましてえ続きましてクロス円の最後は5ドル円の解説で締めていきましょう5、はい、ドルの方はねえ今日は最も弱い通貨ということで、ね、え通貨強弱グラフが表しております、まあ、本日ね急場でございますが5ドルねえひたすら売られている状況ですね 金曜日から下落トレンドの毛が出ておりまして、移動平均線が横ばいから右下下がりに転換。そして、陽線、陰線、陽線、陰線ということで、移動平均線の下側でレジスタンスを食らいますと、まあ、今日もね、朝一、一回反発が入ったものの、また陽線、陰線ということで、ひたすらね、下落トレンド継続中。今までのサポートライン93円のところも割り込んでいるので、一気にスコンと落ちたという形になっておりますので、 まあこういった中では、勝手にね判断してロングを取るのではなくて、戻りを待って、戻りが弱いところのみ上から叩く。こういった意識でよろしいかと思います。1時間足だと速度が速いので、15分足ですね。ここのところを見ていただきますと、ひたすらね同じようなトレンドが続いております。金曜日もね移動平均線付近での陽線、陰線、陽線、陰線ということでね、今日の朝市も陽線、陰線、そしてそれからも、 ひたすら戻り売りということで移動平均線を明確に超えることができないそして92円という切り場も割っておりますので戻りが弱ければ上から叩くこういったところを意識しつつ移動平均線を平均足が上回るまではひたすら戻り売りこちら移動平均線を上回るところも想定しなければいけないですが92円を上回ってからのサポートですねこういったところがあっても かなりね、えー、急激な下落でございましたので、まあ、ロングの方は、えー、今日は一旦避けておきながら、えー、引き続き移動平均線の下側での要線、因線があったところをショート狙っていく。まあ、こういったね、移動平均線を超えた場合のサポート入ってもですね、えー、15分足ベースでは、因線、要線が移動平均線の上がなるかもしれませんが、まあ、1時間足ですとね、えー、ちょっとこの辺りは、 ねえー、大,き大きめな下げでございますので、まあ、ここはショート1択で,で、ロングで入る場合も、もちろん、ね、移動平均線15分足ベースで上回ってからの陰線要線、そして、えー、その下側に、ね、ストップロスを置くということをしなければ、ロングは取ってはならないかなと考えておりますので、まあ、こちらは、えー、逆張り、順張り攻めていくのもあろうかと思いますが、逆張りのロングはストップロスを置いておけ、えー、こういったところは、ね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、え以上でね、クロスエンの4ペア4通貨の解説終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。えドルストレートもね、えー、ほぼ全滅という形で、特に5ドルベイドルとポンドドルの下落は凄まじいという形になっております。それでは順番にユーロドル見ていきましょう。 こちらはね、クロス、ドルストレートの方は、1時間足でね、判断しましょうというのは、先週からね、ずっと言い続けているところでございますが、ここのところ、ユーロドルもね、金曜日から移動平均線の下側、こちら、陽線陰線、陽線陰線、そして、今日も陽線陰線ということでね、まあ、ここまでの下落というのはね、想定外でございますが、まあ、引き続き、下落トレンドが続いているので、勝手に判断して、ロングは取らないようにというところでございます。 移動平均線24はこれからも下がってきますので移動平均線の下側で要線、陰線こういったところでしっかりとショートを取りつつドルストレートはねいつオーバーシュートでこちらねセリングクライマックスが起きるかというところもありますのでここ1.0750 こを超えることがあって、その上側でサポートを受けた場合は、これはロングを取ってもいいかなと考えておりますので、まあ、その場合は移動平均線の上側での、ね、サポートという形が条件となりますので、まあ、今日は1つ1.0750、そして移動平均線24、まあ、こういったところの下側で陽線陰線が出れば、えー、こちらはショートを取りつつ、反発強く1.0750を、えー、上回ってね、 その上側および移動平均線のサポートが入っての陰線要線があればロングを取っていく。まあ、こういったところをね、臨機応変に考えていただくところが必要になろうかと思いますので、ユーロドルね、こちら選挙も終わりましたが、少しね、テクニカル的には売り目線、ただいつ変わるか分かりませんので、ロングの準備もしつつ、基本的には戻りが弱ければ上から叩く方向で考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きましてゴード、えーポンえー、ポンドドルですね。ポンドドルの解説に入っていきましょう。えー、ポンドドルの方も、えー、これはね、金曜日からすで、えー、にね、もう、えー、下落トレンドの目線が見えていたというところでございます。まあ、週末スペシャル通りですね、売り場探しということでございましたが、えー、金曜日から移動平均線の下側で陽線陰線、そして1.30を割り込んでからが早かったですね。 まあ真空地帯ということで一気に下げまして、1回ね、サポートあったものの、戻りが弱く上から叩かれる。そして、今回ね、週をまたぎましての陽線陰線が出てきて、大きく下落。こうなっていけばですね、ひたすら移動平均線を超えることなく、陽線陰線でショートを取っていくというところも必要になろうかと思いますが、ただね、大きく下げて、オーバーシュートの可能性もありますので、1回ね、サポートも見ていただきたいと思いますね。 これ、ね、久々のチャートで、冷やしまで見ていきますかね、はい、ここを見ていただきますと、えー、前回の安値、もうこれね、えー、ほぼ関係ないところでございますが、1.27ですね、まあ、こういったところまで、えー、下,げる下げたところありますが、も、ま、う、あ、ほぼね、もう真空地帯でございますで、どこでサポートが入るかわからない、これね、えー、見ていただきますと、2020年の9月でございますんで、まあ、2年ぐらい、ねはい、の安値、2年ぶりぐらいの安値をつけているという形でございます。 まあこうなりますとね、えー、予想してそこを取るというのはかなり難しいかなと思いますので、まあ、え基本的には戻りが弱く上から叩く。まあ、場合によってはね、15分足見ていただきながら、15分足ベースの移動平均線の下側での要線因線ですね。まあ、ここまで動きが強いと、1時間足ベースよりも15分足見ていただければと思いますので、まあ、こういったところ、1回ね、移動平均線24を上回ってしまった場合は、少しね、警戒しなければいけないかなと思いますが、 移動平均線上回らず陽線、陰線であれば、ここはショートを狙ってもいいかなと考えておりますので、金曜日から続く下落トレンド、ここがねいつ終わるかというのは、移動平均線24と平均足の位置関係、こういったところをね意識していただきながら、移動平均線を超えることがなければ上から叩く、このような考え方でよろしいかと思いますし、移動平均線24を超えた場合は、1回様子見をするというところでよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、えー、最後にゴードルベイドル、こちらの解説で締めていきましょう。はいえー、ゴードルベイドルのところは、えー、ダブルトップが崩れてから、そして0.7350を割り込んでから、ひたすら下落トレンド継続ということで、えー、こちら、えー、まだまだ下げが止まらない状況でございまして、まあ、金曜日もね、えー、陰線がずっとついてる。えー、週またぎでね、回陽線あったものの、全滅ということでね、 木曜日の後半からひたすら陰線が続いているという形でございますので、まあ、ここまでね、一方的な展開ですと、15分足、これは見ざるを得ないかなというところでございます。こちらね、15分足ご覧いただきますと、きれいな下落トレンドということで、こちら移動平均線24の下側での陽線、陰線、陽線、陰線、陽線、陰線、ひたすらね、割り込んでいるということで。 まあここの部分もね、要線陰線出ておりますが、今ね、反発しておりまして、移動平均線24あたりにタッチしておりますので、ちょっとね、このあたり、移動平均線を上回ったこところで、今までの下落トレンド、このえ崩れをね、警戒しないといけないかなと思います。よってですね、ちょっと要線が続いておりますが、これ、移動平均線を超えた場合は、ショートは避けてください。 まあどこからねサインで戻ってくるか分かりませんので移動平均線を上回った場合は一旦は様子見をしつつ再度ねスコンとこの要線を否定するような形で移動平均線を超えることなく要線陰線が出た場合はまたショートを狙っていく勝手にそこを打った間でこれロングを取るというのはね危ない形になりますので少なくともねロングを取る場合には0.7175こういったところでね寝固めをしてから移動平均線に サポートを受けてからのロングという形になりますので、ちょっとね、急激に V 字回復というのは難しいと思います。少なくともね、力を貯めるフェーズが必要だと思いますので、まあ、このあたりね、またスコンと陰線が出ればショートですし、少し、えー、要線陰線が入り乱れて移動平均線とかぶってきたらレンジがあるというところを意識しながら、ロングの方は一旦は避けて、まあ、レンジの様子見か、戻りが弱ければ上から叩く。この2択でよろしいかと考えておりますので、 まあ安易なロングはね、逆張りはストップロスをかけなければやってはいけないというところ、基本的には戻り売りというね、ターンでございますので、この1時間足および15分足ベースの移動平均線と平均足の位置関係、ここをね、しっかりと見ながらご判断いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でね、今回の先進国通貨4ペア、7ペア、7通貨の解説を以上といたします。 え本日もね、週始めでございますが、21時から YouTube ライブ始めていきますので、ラジオ代わりに聞きたい方、最新の相場感を聞きたい方、何かご質問がある方ね、ご視聴いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今週も始まったばかりでございますが、4月の最終週、お仕事もトレードも頑張っていきましょう。それではお時間ある方、21時から YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。